こんにちは。こんにちは。私たちは DIY した軽バンで日本一周後に北海道に移住した夫婦です。今回は皆様にご報告がございます。はい。実は新しい車を購入することになりました。2代目です。はい。まあ、今はな、あの日本一周を共にした軽バン、カリーゴに乗っているんですけど、はい、新しく2代目の車をお迎えすることになりました。はい、家族が増えます。うん。まあ、なので今回はその2代目の車を買うことになった経緯についてと、どういう車を買うかというのをな、紹介したいと思います。はい。まあ後で実際にな、現状の車っていうのをご紹介したいと思います。はい。まずじゃあ買うことになった経緯について、まあ今1台な車カリーゴ乗ってるんですけど、まあ、今回はその買い替えて乗り換えるわけではなくて、まあ2台目として購入します。はい。だからまあカリーゴがな嫌になったとか、そういうことで2台目買うわけじゃないんで、そこはご安心ください。はい。で今回購入する車っていうのは、まあカリーゴよりも大きな車を購入します。はい。でもともとまあこの車に関してはもうだいぶ前やな、日本一周始める前かしてる時ぐらいから、まあ、実は気になってた車で、そうそう、まあ、いつか欲しいなみたいな、ちょっとなこう憧れの車というか、そんな感じで思ってました。はい。まあ、その日本一周中はこう小回りが効いたりとか料金を安くするために軽バンがいいなっていう風に思ってたのでカリーゴで回ってたんですけど、まあ、もうちょっとな大きい車もやっぱり欲しいなという風に思っておりました。うん。まあ、日本一周中はな2人で回ってたから、まあ、2人乗りの軽バンでも全然行けたんですけど、まあ、今後将来を見据えてな家族が増えたりとかそういう時のために、まあ、大きい車もないつかはまあ買わなあかんなと思ってて、でこうファーってこうなんとなく車を探してるというか、まあ、見てた時に、まあ、その車っていうのは見つけました。うん。だからもう日本一周中が1年半とかかな、1年半ぐらい前から、まあ、カリーゴ以外に車を買うならその車っていうのは実は決めてました。はい。で先日、キャンピングカーをなレンタルしてんな。はい。これはカリーゴが、まあ、まだ今もなんですけどちょっと修理中、車検と修理中で手元にないのでちょっとキャンピングカーをレンタルさせていただいて乗る機会がありました。はい。で実際にその時にな、まあ、大きな車を体験して、まあ、カリーゴとは違ってなこう立てたり、すごい快適に過ごすことで大きい車いいなみたいな、ちょっと欲しいなっていう思いが出てきて、その時にその元々欲しかったな、大きな車っていうのが頭にあったからちょっと見てみたいなと思いました。はい。まあ、カリーゴでも車中泊はできるんですけど、この FF ヒーターとかな、やっぱりヒーターを乗せたりっていうのはちょっと現状難しくて、まあ、北海道にこれからもしばらく住むので、こう真冬の車中泊とかはな、やっぱりなかなか厳しいものがあったりして、そういう時にもまあもう一台の車があればこうちょっと幅が広がるというかな、車中泊の幅も広がるかなという意味で、まあ、すぐじゃないけどちょっと欲しいなっていう風にな2人で話し合ってました。うん。カリーゴ自体は車中泊仕様にしてて寝れるんですけど、まあ、キャンピングカーっていう感じではないから、そうやな、まあ、最低限こう寝れるという状況、まあ、ただ大きい車を買えばもうちょっとキャンピングカーっぽくな、まあ、水道つけたりとかそれこそヒーターつけたりとかもうちょっと快適な装備ができるかなっていうことで、まあ、大きい車をな検討することにしました。はい。でそのレンタルキャンピングカーをした後に、ちょっと実物を見てみたいなってなってな、一回、その気になってた車の実物を見てみたいなということで調べたら、まあ、北海道に中古車がありました。はい。でその車っていうのはもう今は生産中止してて、販売してなくて、だから中古しかない車なんですけど、たまたま北海道で中古でな、売ってるやつがあったので、で見に行ける範囲やったからもう一回見に行ってみようと、まあ、特にそこで買おうとは思ってなかったんですけど、まあ、一回見てみてな、将来のためにこんな感じかと参考にするために、まあ、一旦見てみようっていうことで先日な行ってきました。はい。で実際まあ車屋さんで見せてもらって、でそこの社長さんもすごい言い方でな、めちゃくちゃ丁寧にいろいろ教えてもらって、まあ、僕たちはもうフラッとこう見に行ったつもりだったんですけど、まあ実際実物見てみたらすごい良くて、もうその時になもうこれ買おうと、まあ、決めて、まあ、一回持ち帰りはしたんですけど、まあ、その後なご連絡させていただいて買いますという流れになりました。はい。割と人気がある車なんで、まあ、それもないつ売れてしまうかわからないっていうのがあって、もうこれは運命だと思って買うことを決意しました。はい。まあ、普段はカリーゴ乗ってて特に不便なことはなくて、すごい快適に過ごせてるんですけど、まあ、今もな車検中でカリーゴいなくて台車に乗ってるんですけど、まあ、こういう時なやっぱりカリーゴないと車中泊もできひんし、まあ、すごい不便やなみたいなのあって、もう一台なそういう車中泊しようというかキャンピングカーみたいなのがあれば、まあ、カリーゴがない時にもな車中泊できたり旅に行けたりするから、まあ、やっぱり2台あってもないいんじゃないかということで、まあ、購入を決めました。はい。
まあ、カリゴも古い車やからな、うん、こうパーツが車検の時に必要だったりするんですけど、中古で探さなきゃいけなかったりして、うん、まあ、ちょっと車検もな普通の車よりは時間かかったりするので、まあ、その間にも使えるし、まあ、普段もなもちろん乗れるので、うん、2台あってもそれぞれの役割があるというか、うん、使い分けできるなと思ったので購入を決意しました。はい、まあ、新しい車を買うってなると、うん、カリーゴを大切にしてくださいとかね、そうそうそう、そういうお声があるかもしれないですけど、うんうん、もちろん僕らにとってはカリーゴは本当に大切な家族みたいな存在なので、うん、まあ、これからも乗っていくし、うん、まあ、用途をなこう変えて2台体制でやっていければなと思ってます、はい、で実際になその車両っていうのはもう購入させていただいて、うん、で納車はちょっと先になります、うん、で今この撮影しているのが2月の初めなんですけど、うん、納車はまあ3月中、まあ、3月末とかかな、うんうん、予定してるのでもうちょっと先になります、うん、まあ、動画出すタイミングも3月になってるかなと思うので、うんうん、この見てる段階では割と前の動画だと思ってください、うんうん、はい、で今回はちょっと車屋さんに用事があって書類とかをな提出しに行ったりしないといけないので、うん、そのついでにちょっと現状の車っていうのを撮影させていただきます。はい、でここから車検とか取ったり、まあ、整備したりするから、うん、その納車前のほんまに現状の姿、うん、もう整備とかする前なんで、うん、まあ、ちょっとサビがあったりとか、うんうん、その辺はまああるんですけど、まあ、その辺踏まえてな見ていただければと思います。はい、それでは、うん、行ってきます。はい、それでは、はい、現場に到着しました。はい、私たちが購入する車はじゃららららじゃららじゃん、こちらです。じゃん、アーバンサポーターという車です。はい、トヨタの車やな、うん、ダイナアーバンサポーターという車です。はい、こちらを買いました、はい、でこのアーバンサポーターは、うん、デリバリーバンと呼ばれるタイプの車です。はい、まあ、あんまりこう一般でな、うん、あの自家用車として乗ってる人はもしかしたら少ないんかもしれないです、うんうん、まあ、よく見るのはキッチンカーそうやなで使われてることが多いな、うん、まあ、だからこう道の駅とかなそういうので見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれません、はい、でこの車と似てる車で、うん、クイックデリバリーっていう車があるんですけど、うんうん、そっちはヤマトさん、あの宅配業者の、うん、ヤマトの宅配便で使われてたモデルです。そうそう、でそれの後継モデルなんだよな、うん、でクイックデリバリーっていうのはヤマトさんがトヨタに依頼して多分作った車、うん、でこのアーバンサポーターっていうのは、まあ、それをもうちょっとこう個人に落とし込んで、うん、それこそキッチンカーとかまあ、個人商店とかな、うん、そういう方のために作られたのがこのアーバンサポーターというモデル、はい、結構形とかはなすごい似てる、うん、すごい似てます、うん、なんでこのアーバンサポーターが良かったかっていうと、うん、丸めです。まず、はい、カリーゴと同じ、うん、丸めです。やっぱな車選ぶときにいつも丸めがいいなと思って見てて、まあ、この車丸めやからな、はい、これにしたっていうのも大きい、はい、でまあそのクイックデリバリーとの違いは、うん、ちょっと小回りがこっちの方が聞くということで、うんうん、ちょっと運転しやすくなってんね、うん、まあ割と大きいんやけど、うん、小回りが効くと、はい、でこう大きく見えるんやけど意外に幅はなそんなになくて、そう実は180センチもないぐらい、うん、だからまあ普通の自家用車とそんな変わらんぐらいの幅、はい、まあ、高さはな結構あって室内高で180センチぐらいあるから結構高さは高い車です、はい、でこれも中古車で、うん、20年前ぐらいかの車なので、うんうん、今はもう販売されていないモデルです。そうそう、でもまあそういうキッチンカーとかでな見かけることはまだまだあるかなっていう車です、うん、まあ、さっき言ったクイックデリバリーとかももうなトヨタさんは作ってなくて、うん、もう中古でしか出回ってない車です、はい、でもキッチンカーでよく使われてるからそんなにな中古価格も落ちてなくて、うん、割と値段は高い車です、うん、はい、まあ、これはな運よくちょっと安く手に入れたんですけどそんな車になってます、はい、ちょっと外観を細かく見ていく、うんうん、紹介していきます。はい、でこれはまあもう購入はしたんですけど、はい、これからなちょっと納車に向けて綺麗になしてもらっていく前なんで、はい、ちょっとサビとかはなあるんですけど、うん、これはまあ納車の時はもうちょっとな綺麗になります、はい、まだこの現状というか、そうそうそう、立ったままの状態なんで、まあ、今回はなちょっと特別に、はい、その納車前やけど綺麗にする前を撮らせていただいてます、はい、だからこうやって前とかもよく見たらこれサビとかがな、うんうんうん、まだあるんですけどこういうのも綺麗にしてもらいます。そうそう、まあ、完全にな綺麗にすることはできないと思うんですけど、うん、極力こう目立たないように、はい、この前とかなちょっとこうサビがあるんですけどこの辺もまあ近くで見たら多分
分かるかもしれんけどな、うんうん、まあまあパッと見分からんぐらいに綺麗にしてもらえるということで、はい、まあ、そんなに私たちは気にしてませんだから、はい、こんな感じで、でドアはなもう運転席と助手席側ドアしかなくて、あとはもう後ろな2室のドアだけです。一周そうで、ここな後ろ窓とかはなくて、でモデルというか車両によってはな窓開いてる車もあるんですけど、まあ、これはもう開いてない、はい、完全にもう荷物運ぶようという感じの車です、うん、私たちが買う前もな、なんかお店屋さんが使ってたのかな、うん、そうやと思う、多分運搬用とかで使われてたのかなと思います、うん、で、ここ、うん、後ろにドアがあります。そう、まあもうトラックって感じやな、トラックって感じやな、うん、まあほんまにヤマトさんとかがさ、うんうんうん、こういうの見たことあるよ、そうそうそう、ここから荷物出すので、うん、こんなイメージです、はい、まあ中はちょっと後でご紹介します、はい、こんな感じです。うん、でまあタイヤのホイールとかもなサビとかあったりするんですけど、うん、この辺は塗装とかでな、はい、もうちょっと見栄えは綺麗にしてもらう予定です。タイヤ 6本、そうやな、後ろタイヤはダブルタイヤ、はい、まあ、トラックはなほんまにトラックみたいな、トラックみたいになってこう奥にな2つあってダブルタイヤになってます。はい、ではそれでは中に入ってみたいと思います。感じで、まあ、後ろに行くときもこの前のドアからアクセスする感じです、はい、でこれは今助手席たたんだ状態、うん、かな、入りやすくなってます。ウォークスルー版って言って、うん、もう完全に一体化してるな、そう車です。もう前からこう直で後ろにアクセスできる車、まあ、やっぱりこう車中泊とかな、うん、をする中でこう前から後ろにそのまま移動できるっていうのはすごいメリットがあるからな、うんうん、そういう車を探しておりました、はい。でこの室内高がな180センチあって、まあかり163センチなんですけど、うん、もう全然余裕あるぐらい立てんねんな。余裕です。幅はまあ室内で言うと164センチあったっけ？うん、てか、うん、ちょうど私ぐらい。そうやな、寝転んでちょうどぐらい。私がギリギリ寝転べるぐらいかな。うんうん、でこのまあ奥行きというか長さは2メーター20ぐらい、30ぐらいかな。はい。で結構まあコンパクトな感じではある。うん、多分クイックデリバリーの方がちょっと長さは長いんかな。うん、そうやな、うんうん。こんな感じです、はい。後ろから見るとこんな感じ。はい、こんな感じで。ちょっと僕は身長180センチぐらいあるんでかがまないといけないんですけど。全然いけてんで。当たるから。全然いけてんで当たってない。まっすぐしてる。全然当たってない。まあ普通に立てんねんな。そうやな、ケンジでも立てると、ちょっと小柄な男性なら立てるというところです。身長は非公開です。まあこんな感じやな、手伸ばしてこれぐらい、うん、でよく幅で言うとこれぐらい、こんな感じ、はい。まあ、これをなキャンピングカーのベース車としてキャンピングカーにできたらなと思ってます、はい。でまあ運転席はこんな感じで、うん、なんかもうバスとかトラックみたいな感じな、この視界がすごい広いな、うん、窓がめちゃくちゃ大きい。でこの車は、まあ、ディーゼル車、うん、で四駆です、はい。でもミッションの車なんです、はい、マニュアル車。ちなみに僕はオートマ限定の免許なんで。ちょっと現状まで運転できる、はい、あの限定解除の免許を取りに行きます、はい。この車に乗るためにそうそうドライビングスクールに通うと、納車までにはまあ免許取ると、はい、この車に乗りたくてな、うん、もう免許取るしかないということで取りに行きます、はい、お願いします。助手席はなこう後ろに行くために畳まれてるんですけど、うん、まあ、折りたたみ式でこんな感じ、はい、もうちょっと補助席みたいな感じかな。そうやな、こんなにしっかりした椅子ではなくて、まあ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 座れるけど、めちゃくちゃ座り心地いいわけではない。そうやな、だからこれはまあなんか今後考えていきたいとは思ってます。大量の余地はあるけど、はい、まあ、今のところちょっと見て、そうやな、でも折りたたまないとな後ろにアクセスしづらいから、うん、これはまあ残す感じになるかなとは思うんですけど、はい、こんな感じでね、そうここを畳んだらすぐ乗り込んでこれると、そうそうそう、こんな感じでそのままこうアクセスできると、はい、後ろに行けます。それでは後ろを開けてみます、うん、後ろのドアはい、観音開き、おお、ようこそ。こんな感じで
もうトラックですね、うん、宅配版、小さなトラックって感じ、うん、まあこんな感じのドアやからな、後ろからアクセスすることはあんまりないかなと思う。そうやな、基本的にはあの助手席のな、そうそうそう、ところのドアから乗り降りするかなと思います。うん、まあ、ここらも出ることないけど、そうそう、まあただこの辺なキャンピングカー仕様にしたいから、うん、後ろから、ここはまあ基本的に荷物出すときとかな、そうそうそう、乗り降りというよりはそういうときだけ使おうかなと思います、うんうん、で窓はなこっち側はあるけど、はい、そっち側はないから、この辺もどうしようかなってな、うん、悩み中、今後考えていきたいところです、うん、でこの車はなもうこの現状こういう何もない状態で売ってて、はい、それを買いました、うん、で結構中古車で調べるとな、キッチンカーで使われてる車やから、もともとシンクがあったりとか、なんかこういうなもうキャンピングカーとかで組まれてるやつも多いんですけど、うん、まあ、僕たちは自分たちでな作っていきたかったから、もう、はい、空っぽの車両が良かったんで、もうちょうど良かったと、うん、まあ、天井とかもな、うん、今現状はこんな感じ、何にもないからな、むき出し何もないからDIY は必要なんですが、うん、でこの多分横もこの板を張ってるだけ、うん、断熱とかなさそう、何もないやろうから、その辺はちょっとな、はい、今後考えていかないといけません、はい、外から見るとこんな感じです見えるかな、窓がめっちゃ大きい、なんかポージングしてるということで、はい、乗ってみましたここの間も広いな、広い遠いなんかケンジがここにエンジンがあるかな、うんうん、前にな、真ん中にな、大きい箱みたいなのがあるからちょっと距離はあるんですけど、はい、こんな感じです、うん、いい感じ、広い広い広い、もう天井がめっちゃ高い、ほんまに。そうやね、まあ、いつもな僕たちは軽バンに乗ってるから、うん、まあ、ハイルーフの車ではあるけど、もう立てたりはせえへんすな、うんうん、俺はほんまにもう立って過ごせるから、はい、すごい快適に過ごせそう、うん、なので今後はカリー号とこちらのアーバンサポーター2台体制で、うん、はい、過ごしていきます、うん、まあ、カリー号もなもちろんずっと乗り続けるし、うん、まあ、この車を買ったからといってな、うん、カリー号をおろそかにすることはないと思う、はい、まあ、そのタイミングによってはな、うんうん、どっちかの車にばっかり乗るってことはあるかもしれないんですけど、うん、まあ、2台体制でやっていきたいと思ってます、はい、まあ、ちょっとまだな納車まで時間があるので、うん、まあ、その免許を取ったりとか、うん、あとはまあこれ車検をな通さないといけないから、うんうん、車屋さんの方で綺麗にしてもらって、まあ、車検通してもらって納車を迎える形になります、はい、なのでまたな納車の時は、うん、別で動画を撮りたいと思います、はい、まあ、こういうちょっとしたサビとかな、うん、その辺は綺麗にしてくれそうなんで、はい、まあ、もうちょっとなこう綺麗な車になってるかなとは思います、うん、はい、ということで、うん、こちらのアーバンサポーターも今後よろしくお願いします、お願いしますもう私たちとしてはな、旅の相棒が増えたみたいな感じで嬉しいな、うん、そう、仲間が増えました、はい、まあ、カリー号もな家族みたいな感じなんで、うん、まあ、新しく家族を迎えるということで、すごい、はい、期待感があってワクワクしております、うん、はい、まあ、この車をなどういう風にこう使っていきたいかっていうのはな、うん、もう納車の後になまたお話したいと思います、はい、とりあえず今回はこの買った現状の車をご紹介したくて動画を撮らせていただきました、はい、ということで今回はケンジとあかり車を買う編でした、はい、人生で一番高い買い物かな、そうかな、うん、あ、でも昔あのミニクーパー乗ってて、そうやそうや、エンジはな、そうそう、会社員時代に背伸びしてミニクーパーを乗ってて、そっちの方が高かった、そうやなまあこれからあのなんかいろいろな、うん、車中泊するために DIY とかなんかそういうの進めていったら高くなるかもしれないんですけど、うんうん、車両本体価格としてはまあ2番目に高い、はい、人生の買い物です、まあ、2人の買い物としては一番高いかもしれんな、一番です、うんうん、更新しました、はい、カリーゴ40万円やったんで、うん、まあ、ちょっといくらで買ったかっていうのはな、うん、あの次の納車の時にお話できればなと思います、はい、うん、それではご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ、バイバーイ。